永さん、この人たちがまたこの姿で応援できるように、おのおのの文字の入った T シャツを作ってプレゼントするんですって。しかも直接渡したいから連絡してって。ファンのハートをがっちり掴むのが上手ですねー。裸の6人大喜びやろうな。翔太さんのことどんどん好きになるし応援したくなるよな。後日談が楽しみ。特注だから次の登板までに間に合うかも。今永先生さすがの計らい、ファンが風邪ひいたら悲しいやろうしな。春秋用の長袖と夏用の半袖があるといいな。さすが今永先生、ワイもすっかりファンになったわ。この今永ボーイズ、今永の半袖すらドン引きされる極寒シカゴでやってると思うと改めておもろい。試合後に今永から T シャツプレゼントされたらしいけど見に来るときは裸でお願いします。今永先生、例のファンの方々に T シャツをプレゼントするらしい。なんて粋な計らいなんだ。裸でなくても翔太になれる。みんな寒そうにしてる中で半袖で投げる今永先生と、それを上半身裸で応援するファンってだけで面白かったのに、そのファンに T シャツをプレゼントするとは。今永先生は行動する哲学者だ。どんどんファンや環境に飛び込んでいっておられる。見てて楽しい。面白い。 T シャツプレゼントってのがいいな。さすが今永先生。シカゴ現地民めちゃくちゃ寒そうなのに今永半袖なのなんだったんだろう。風邪ひかなさそうな鈴木誠也ですらシャツ着てるのに。6人おのおのに今永が T シャツをプレゼントしたいと。レフトスタンド最前列で翔太とお腹にペイントしてた上半身裸のお客さんがいたので、そこまで寒くないのかなと思ってたけど、気温一桁だったんかい。その人らに T シャツプレゼントするとは。今永ありがとう。お礼に T シャツをプレゼントします。服着ろ。この人ら、その服を腰に巻いて上半身裸で応援してそうやな。普通に服着なさそうやと思うんやけど、ワイだけなんか。粋な計らい、惚れるわ。